ソンクラーユナイテッドフットボールクラブは、太陽国のソンクラー県をホームタウンとするサッカークラブ。2009年、ブリーラム県をホームタウンとするサッカークラブ、ブリーラム FC として創設された。2010年、リージョナルリーグディビジョン2の東北部地域リーグで2位になった。チャンピオンズリーグでは、グループ A で優勝し、タイディビジョン1リーグ昇格を決めた。 優勝決定戦では、グループ B 優勝のプーケット FC に勝利した。2011年、ディビジョン1リーグ1年目で優勝を果たし、タイプレミアリーグ初昇格を決めた。2012年1月、ブリーラム FC は、プレミアリーグ所属で、同じブリーラム県をホームタウンとする、ブリーラム PFC と合併した。ブリーラム PFC は、ブリーラムユナイテッド FC に改称し、 ブリーラム FC の経営権は、ディビジョン1リーグ所属のソンクラー FC に売却された。ソンクラー FC は新たに、ソンクラー県をホームタウンとする、ウアチョンユナイテッド FC を創設し、プレミアリーグへの参加が認められた。2013年、ウアチョンユナイテッド FC とソンクラー FC は合併し、ソンクラーユナイテッド FC が誕生した。2014年12月、 林正人が監督に就任した。ありがとうございます。